はい、マスオゲームズでーす。はい、今日はですね、ゼルダの伝説パート15やっていきたいと思います。まだ1から14をね、見たことがないよっていう方はね、動画概要欄の再生リストからチェックしてみてください。はい、ではやっていきましょう。まあ、前回はですね、こちら祠チャレンジっていうのがね、たくさんまだありまして、祠をね、クリアしていきました。で、今回は、はい、こちらメインチャレンジの4体の神獣を解放せよっていうことで、まだね、3体神獣解放できてないんで、これにね、取り掛かりたいと思います。まあ、地図上で言うと、今僕はね、果ての村っていうところにいるんですけど、あとこの3箇所ですね、今回なんとかね、このうちの1箇所行けたらいいなーとか思ってるんですけど、まあどうなるかわかんないんでね、はい、コツコツやっていきたいと思いますが、その前にですね、なぜ僕は果ての村にいるかというとですね、まあ前回ご紹介したんですが、買えなかった、まだね買ってないこちらのね、家をね買いに来たんです。はい、ルピー貯めましたよ。でね、このね、社長さん、あ、この社長さんかな、この社長さんにね、おっはー、薪の玉30個を払っていただけるのかしらっていうことで、はい、これで払うと、あのルピーもね貯めたんですよ。あなたの本気見せてもらったわ。じゃあ約束通り、この古民家3000ルピーで売ってあげる。お金が用意できたらまた声かけてね。用意したんですよ。3000ルピー用意できたかしら。用意できたよ。マジ？じゃあ本当に3000ルピーもらうわよ。男に二言はないわね。出します。いやん、男気感じる。じゃあいただくもんいただいちゃいますね。はい、3000ルピーが飛んでった。ご購入ありがとうございました。あんな大金をこの若さで出しちゃうなんて、ほんと男臭いわ。僕この声出してるの恥ずかしくなってきた。おまけで残りの売れ残りの武器スタンドを置いといたから使うといいわ。さて次の仕事は、えのき谷あっかり地方を開拓してもらうあれがあったか。ということで、自分の家になりました。で、あ、ここに武器を一つ置いておけるようになりましたね。へえ、これが家なんだ。なんかもっと家できないのかな。あの家お前が買ったのか。はい、若いのにやるじゃないか、それほどでも。さてと、はい、俺はそろそろここなんで転勤だ。転勤、聞いてるかもしれないが、桜田工務店が事業拡大するんですな。すごいですね。それほどでも。どこ行くの。ここから北のゾーラの里のさらに北、あっかれ地方。遠いですね。まあな、頑張ってね。おう、へえ。さて、名残惜しいがそろそろ行くとするか、お前もよかったらあっかれ地方まで遊びに来てくれ。じゃあ達者でな。おい、ちょっと寂しい感じの音楽になったよこれ。ちょっと寂しいね、なんかね。別にそんな関係濃いわけじゃないんですけど。でもちょうど僕さ、あのあっかれ地方に行く可能性あるからさ、ちょうどよかったねこれ、やっといてね。で、武器スタンドにこう武器を預けたいと思うんですけど、あのね、一つ預けたい武器があるんですよね。それがですね、あの、これ。降臨の槍。これね、英傑ミファーが愛用したね、装備なんですけど、これね、なんか、もったいなくて使えないんですよね。なんか、ミファーちゃんの思いがこもってると思うと使えなくて、ちょっと預けとこうと思います。はい。なんか、家もっと広くできたりとか、そういうことはないのかな。なんかさ、武器スタンド？さらに買うとかさ。あ。5000ルピーで家具でも外交でも何でもしてあげると言いたいところだけど、あなたなら100ルピーで作ってあげるわ。だって、へえ、100ルピーで何作ってくれるんだろう。作ってほしい。あ、装備スタンド、家具、外交。おお、さらにいろいろ作れるんだね。じゃあちょっと今回はですね、あのお金ないんで、まあ家を、持ち家ですこれ僕の。はい、家を買ったってところでね、やめておきたいと思います。で、進めていきましょう。多分ね、こっちがあっかれ地方だと思うんですが、動画外でですね、あの、ここが、ゾーラの里に行く時に通ったラネール湿原っていうところなんですけど、ここ動画じゃ行ってないんですけど、神宮の祠っていうところに、実は、あの、行くだけ行ったんですよ。まだ祠クリアしてないけど。じゃ、そっから、そこ起点で、今回はね、攻略、進んでいきたいと思います。はい。
ということで、祠つきました。すごいビームがこうさ、ルッタから出てるのが見えますが、はい。ここ、まあ、地図でもね、こういう風に確認できるんですが、ほら。また、これね、馬の宿です。出現の馬宿っていうことなんで、まあ、ここでね、カスケードをまた呼ぶことができるんです。ではね、この馬宿周辺から攻略していきたいなと思うんですが、ほらほらほら、見てみて。あそこにね、僕がね、待ちに待った子がいるんですよ。これ、わかりますか皆さん。この子ね、何かというと、キルーンポックリンって言って、コログの実をあげると、馬宿の人の話はラネール地方にコログの森があるらしいんですけど、コログの実をあげると、武器ポーチとか、それをね、増やしてくれるんですよね。これで、また武器ポーチ増えたんで、武器捨てなくてこれで済みますね。はい、まあ、スキップしちゃいましょう。ちゃん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 、スキップできなかった。やったー！これマジで嬉しいんですよね。タンタラララーン。いやはー！今度はスキップしよう。おう！やったー！縦ポーチもこれで増えましたー。やっはー！結構大きくできますね、これね。はい！ということで、かなりね、武器ポーチも大きくなりましたし、弓、さらに盾も大きくなりました。これはね、マジででかい。じゃあ、今回もですね、まずはこちらの祠からクリアしていきましょう。まだね、この祠、入ってないんですよ。入り口だけ開けたけど、まだ入ってないんで、どんなところか正直わかりません。はい。ということで、こちら、水より現れし盾ということで、まあ、また水があるんで、マグネキャッチ使用しといて、何もないと。で、多分あそこ登らなきゃいけないんで、アイスメーカーを、ね、使って、登りましょう。よし。まあ、登るのはそんなに大変じゃないですね。おーっと、敵がいるぞ。あんなところに宝箱もあるから、まあ、指打っちゃいましょうか。よし、一発。はい、弱い。よし。宝箱ゲット！あれ、落ちちゃった、落ちちゃった。降りるじゃないよ。なんだろうね、この宝箱ね。お、古代のコア。これ嬉しいな。よし。あ、なにこれ。あ、これまた古代アイテム系だな。古代のネジ。よーし。で、ここに進むんですが、あ、これに乗ってけってことだ。もう弓で。やばい。あー、ミスったミスったミスった。あー、落ちちゃった。え？落ちちゃうのここ。ミスった。普通にミスった。オッケー。で、あそこもアイスメーカーで開けて。よし。宝箱ゲットー。上には何もないね。あ、騎士の剣。そこそこ強いっすね。これで、あそこまで飛んで、この祠はクリアかな。いきます。せーの。オッケー！ちなみに他に何も宝箱ないかチェックして。よし！祠クリア！イェイ！克服の証ゲット！はい！ということでね、無事、祠クリアすることができました。で、見てください。カスケードです。こういう馬の宿ではですね、馬を連れ出したり、預けることができるんですけど、以前ね、僕がね、仲間にしたカスケードもこのように預けておいたんで、また一緒に進んでいきたいと思います。で、今回はこっちの道かな？こっちから上にするっていこうかなってちょっと考えてる。か、もしくは、ここから上にするっていくか。まあ、どっちかだな。どっちから行こうかな。迷うな。まあ、上から、こっちから行きましょうか。うん。この道沿いに進んでいきたいと思います。この道ですね。この道。で、奥にさ、
見えるじゃないですか。ちょ、待った。装備変えよう。槍系がいいんだけど、あ、ないから、まあ、いっか。はい、こっちの道沿いに進んで、行きたいと思います。よし。お、あんなところに、また、塔が見えますね。サラサラーっと。おお、ここら辺は行ったことないところだから楽しいな。なんかありそうですね、あの辺りもね。あそこは敵の、こう、ところなんでしょうね。よし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 。あ、鳥さんが。あー、逃げてくれ。よし。あ、あっち火山があるよ、火山。あ、アイテムあった。ちょっと今ね、すぐ、塔をね、目指してるんで、ちょっと、また、今度、ね、動画外で撮りに行きたいと思います。で、火山、火山。こっから先は、ほら、地図では行ったことない地形になります。だから僕も初なんですけど、で、道沿いに進むと、あっちにバルッタいますね。火山か、今度は。あ、そして、祠も発見した。いやー、わかんない地形に行くってこれほど楽しいことはないですね。ここは何橋なんだ？ミスミ橋。なんかここの橋もなんかありそうだね。ゆっくりゆっくり進んで、あ、こんなところに看板があるんで、ちょっとね、見てみましょうか。はい。ハイラル丘陵、ゾーラの里、アッカレ地方。右に行くとアッカレ地方か。さっきのさ、アッカレ地方ちょっと向かってみたいな。あ、でもアッカレ地方。アッカレ地方って。でも左も行ってみたいんだよな。左行こっか。こっち行ってみましょう。わかんないけどね。よしよしよし。うわー。あんなところに塔があるからね、あそこ行きたいな。あれ？ここら辺にさ、さっき祠見えなかったっけ？あったあったあった。この辺りだと思うんだけど。あれ？ちょ、遠ざかっちゃったか。あった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 。祠発見！結構簡単に見つかりましたね、この祠はね。はっ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 は。今日でこれでもう二つ目だからね。ミイロツヒの祠。よし、じゃあ、進んでいきましょう。はい。力の加減、ミイロツヒの祠っていうことで、力の加減ってなんか今までないな。聞いたことないな。どういうことなんだろう、力の加減ってね。で、ちょっと、装備ね。僕、このバンダラの方が好きなんで、これにして、はい。宝箱がありますね。それ以外は特になし。宝箱ゲット。鉄のハンマー。まあね、ぶっちゃけわかりました、これ。これ、あそこに入れろってことだよね。ゴルフみたいに。この、ピタ、ビタロックですね。僕ずっと間違えてたんですけど、ビタロック使って、力を加減して、吹き飛ばせってことだと思うんですけど、いきます。こっち？違う。えい！やばい。お！外したー！ゴルフだね！っていうかさ、まっすぐ飛ばすのが難しい。で、ここを、こうやると、もう一個出てくるんだね。よし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 。まっすぐ飛ばすのがむずいなぁ。まっすぐ飛ばすためにさ、こう、やっても無理か。ちげ、待って、まっすぐ。違う違う違う、結構、力加えなきゃダメですね、これね。ちょ、待って、まっすぐ。よし！おー！惜しいよー！あとちょっと！くっそー！
あ、いい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 、すごい。よし、これでいける気がする。行ってくれ。コロ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 、入ったー。ゴール。何かが動いているけど、何が動いているんだろう。何が動いているんだろう。わかんない。どっか動いてる。あ、開いた。やりました。あ、ここも、ちょっと待って、その前に水の中に宝箱がないか確認してなさそうでしたね。で、ここも、ちょっと待って、まず上に上がって見てからにしましょうか。どうするべきか。これどういうことなんだろう。多分またロックするんでしょうけど。これで壊すのかな。最初の方がめっちゃ難かったね。どうだ、これどう。おお、あれ、なんか普通だったな、今回のは。で、さらに進むと、あれ、ゴールだ。宝箱はこれだけか。こっちになんかあるぞ。ねえ、ここ、あの、証を取る前に。あれ、あ、こう最初の入り口か。いや、違う違う違う。危ねえ。証すぐ取っちゃうところだった。もう一丁宝箱あった。鉄のハンマー。そしてここむずそうだね。これ絶対むずいじゃん。どうやってあそこに入れるかってことでしょ。まあ挑戦してみよう。待って待って、もう一丁。よし、これでどうだ。やはー、惜しい。めっちゃ惜しい。ホールインワンしなきゃいけないんだ、ここ。よしよし、いきます。これ赤になっちゃうとダメなんですね。よし、ここで入れ。わー、マジかよ。はい、ということでですね、ここね、ホールインワンできなかった。ちょっと武器が、使用したくない武器ほとんどなんで、ちょっとね、またここ、ちゃんと武器揃えていきたいと思います。いやー、これは、なんか負けた感じがしますね。うん。惜しかったんだけどなー。はい、でもね、克服の証はね、ゲットできました。まあ一応、OK。はい、ということでね、この祠クリアしたんですけど、やっぱりね、アッカレ地方っていうところ向かいたいなって、単純に思っちゃいまして、ちょっとね、そっち側向かいたいと思います。っていうか、あそこにも祠あったな。アッカレ地方向かおう。こっちから、こう進んでいく道ですね。で、上に進めば、ここにね、真珠ちょうどいるし、ちょっと違うルートで行きたいと思いまーす。祠がめっちゃあるんだよな。はい。で、またもやね、クリアしてない祠発見したんで、ちょっと祠これクリアしてから行きたいと思います。よし。ちょっと待っててね。よし。はい。こちらの祠ですね、次。で、敵、リザルフォスがいるんで、あれ、あ、装備してなかったな、今。攻撃してね。よし。一応倒しておきましょう。で、ここさ、トゲトゲすごいんですけど、これ皆さんからのね、情報で、これだ。炎の矢で、燃やせますよってことなんで、燃やしましょう。お、全部に燃えてた、燃えてた。すげえ！すげえ！全部燃えた！すごい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 ！これ上昇気流で上向かえそうだね。おー！綺麗に、なくなっていく。こいつを倒しとくか。青縁、
あーうち戦わなくてもいいや。はい、ということで次はシェモラタっていうね、祠ですね。試練、光が時を刻む間にっていうことなんですけど、光が時を刻む間どういうことだ。これ回せんのかな。おー、あ、すごい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 。あ、これで、あ、なに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 、危ない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 、これやばくない？これやばくない？なんか多分あれ食らっちゃいけないやつでしょ？あ、水が増えた。あー、っていうか今宝箱来なかったのかな？大丈夫だった？あー、あそこ光であのスイッチボタンを押したから進めるようになったよってことか。これで進めるから、進んでみて次は樽がありますね。これ樽で多分さ、ボタンを押すんだと思うんですけど、よしよし、いきます。えい、あれ、ダメか、樽が軽すぎるらしいですね。これでまたもう一回戻せばいいんだ。ここでまた水を減らして、でスイッチを押しちゃえばいいってことですね、これね。よし、もう一回回しましょう。よし、一周を、はい、多分これで一周分回したんで、でこれで避けといて、あ、別にこの光でやらなくても矢でやればいい話ですね。はい、これで水が干上がって、多分樽がボタンを押してくれて、はい、開く。で、また水でいけるっていうことなんですけど、宝箱どっかないかな？あったよ、やっぱ。発見。おぱーい！で、ここさ、思ったんだけどさ、嫌でよくね？よし。よし。この方がね、楽。光じゃなくてもいいっていう。まあ、ここもクリアですね。あれ？あ、クリアじゃねえ。で、これを回した間に、行くんだ。急げ急げ。よし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 。よし、これで間に合った？やったー、いけたー。ちょっと苦労しましたね。よかったよかった。で、こっちに宝箱見えたんだよな。はい、ということでね、皆さん、わかったんすよ、ようやくこの宝箱の取り方。正直ね、カットされてるけど、僕ね、ここ30分ぐらいマジで悩みました。で、どうやってね、ゲットするのかと言いますと、このリモコン爆弾ですね。あそこにリモコン爆弾を設置しておいて、ここで爆破させます。そうすると、また水が増えて、はい。ここになんと水が満たされ、さらにアイスメーカーでこういう風にね、うん、作れるっていうわけですね。すげえ時間かかった。お、ビッグブーメラン、やったよー。マジで大変だったー。いやー、悩んだーこれ。はい、コブ袋の菓子ゲット。はい、ということで、祠もクリアしたんで、こちら、地図上でいうね、上の方ですね。アッカラ地方だったっけ？多分、目指していきたいと思います。カニさんがいるけど。いやー、アッカレか。お、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 あ、この人見たことあるぞ。よーし、進め進めー。以前ここね、
ゾーラの里をクリアした時の場所ですね。で、ここから二手に分かれてて、右に行くとゾーラの里だと思うんですよ、多分。で、左手に行くと、どうだ？アッカレ地方ですね。デスマウンテンっていうところですね。お、鹿さんがいる。ああ。進め、進め、進め。どんなところだろうな。山。火山のところなのかな、ここは。いやー、馬がいると便利だ。カスケードありがとう。あ、人がいますね。雨に濡れちゃうから急いでるのかな。頑張ってくれい。あ、ごめん、びっくりさせて。わっ、俺あの敵嫌いなんだよな。あの敵嫌だ。あの敵嫌だよね。結構強いんだよ、あいつ。うぃーす。進め進めー。あ、あんなところにタワーがまた見えますね、塔が。もうちょい進んだら別のこの地図上になりますね。あ、あそこにも塔がある。あ、人がいる。あ、そして祠発見です。今日で祠いっていくつやってるんだって感じですけど、ひーって助けてあげましょう、この野郎。すっちゃ、待って、強かったんだけど。めっちゃ強かった。ビッグブーメランと、危なっ。ちょっとびっくりしなかった、今の強さ。あ、オッケー。で、もう一体が、くそ、オッケー、もうちょい。よし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 、もうね、こいつは普通に倒せるかな。うっそ、逆に当たっちゃった。でね、やられてもね、ミファーの祈りがあるんで正直大丈夫なんですよね。お、竜骨トゲボコンボだって。取っちゃったもんね。あ、ごめん。ごめん。ごめん、ごめん。ごめん。ごめん、ごめん、ごめん。ごめんね。当てちゃったよ、カスケド。あ、いた、いた、いた。マックストルフを探す旅に出てんだって。まあ、助けてあげました。いや、結構食らったなぁ。今回、ほこらめっちゃあるなぁ。あ、びっくりした。で、あっちにもあるんですけど、どれだろう？あの塔かな？目指すべきは。どこ？あの塔ではないか。よし、進んでいきましょう。一回、あえて、やられてもいいので、このまま行きたいと思います、HP。やられてもミファーの祈りがあるから、大丈夫なんだよね。あ、馬の宿発見。よーし。36の馬宿だって。いいですね。あ、鉄のハンマーゲットー。よし、じゃあ、祠だけとりあえず行きましょうか、またね。よーし、今日4つ。爪だよ、もうすでに。はい、次の祠、道を切り開くのは鉄の玉というねところなんですけど、鉄の玉が1個だけあるのかな。で、マグマなんで落ちたらやばそうですね、これね。あれが道を切り開くんですかね。で、どう道を切り開くんでしょうか。ちょっと謎だな。まあ、とりあえずビタロックで止める準備だけしといて、これでとりあえず一旦止めて、ここまで一回行きましょうか。よし、
これ落ちてきた。危ない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 。よし、ここで一回止めちゃおう。よし。あ、騎士の剣。やったー。まあ、普通に登ってけばいいだけってことかな。わ、食らう。やばい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 。めっちゃ食らう。よし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 。どうしようかな、ここ。ここ止めたとしても、こうなるじゃないですか。流れる。またすぐ来るんすね。あ、間に合うかな。鉄の玉をこっちに持ってくるってことなのかな。よし、これいける。よし、急げ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 。よーし、普通にいけた。意外と普通だったな。本当はどうやるべきだったんだろう。わかんねえな。はい、ということでですね、ホコラ無事にクリアできたんですけど、なんとかね、今日、塔を、クリアするところまで行きたいんですよね。デスマウンテン登山口って書いてあるけど。ちょっと山々が激しいですな、これはね。どうするべきかって悩んでる人いますけど。ただ、頂上まで行くの、もうすぐだね。うん、時間、そんなにかかんなそうに行ける。あ、行って。やば、燃える。おっとっとっと。わあ、敵が出てくるね。そして道がわからん。やば、ガーディアンいる。ガーディアンいたからちょっと逃げよう。こっち側行こう。よし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 。こっちはなんとか進めそうな雰囲気あるもんね。ああ、よしよしよし。ちょっとカスケードここで無理かな。うん、ちょっとまたね、ここで一旦待機しててもらって、後でね、馬宿にすぐ預けるっていうか、まあすぐ預けられるんですけど、ここでちょっと一回待機してもらいましょう。で、装備をね、クライム装備にして、すぐ登れるようにしておいて、まず塔行こう。塔、本当はね、正規のルートがあるのかもしれないですけど、んなこと言ってらんないよね。まずは塔。よし。よし、行くぜ。よし。よし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 。本当はここどう登るんだったんだろうな。よし。よし、登ってこれたぞー。オルディンの塔だって。やったー。また地図が埋まっていくね、これで。登れ登れー。よーし、着いたー。では、地図をね、広げていきましょう。どんな地図かな？確認しました。やったー、地図埋まった、嬉しい。すごい、火山なところだね、今回はね。よし。周辺情報の入手を開始します。ポチャッと。どんな地図だろう。お、
どうだ？おー！マップが追加されました。すごい地図だよ、これ。マグマだらけ。え、ちょっと見ていいかな。すごい！どんどんこう右の方に広がっていきましたけど、このマグマのこのあたりに、なんと神獣がいるみたいですね。デスカルデラって。カルデラなんだね、ここね。いやー、ただ先はまだまだ長いですね。今回は、まあ、どう来たのかと言いますと、ここからスタートしてたのかな？こっからぐるーって来て、ぐるーってこう回って、こう来て、こう来て、宿、あ、カスケードか。ここの宿を通って、こっちに来て、ぐるって本当は回るところをピュッと来て、ここの今のところにいるってことですね。本当だったらこの山道を通ってこなきゃいけなかったのかもしれないですけど、近道しちゃった。本当はもっと面白いところあったのかな。はい。あ、でもあっちにも塔あるな。あっちの塔なんか行きやすそうじゃね？ね。広げてもいいかなとも思いますね。さらに一応、うわー、すーごいマグマ。ここやばいっすね。うわ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 。はい。というような形でですね、ちょっと今回は、ストーリーというより本当にもう自由に冒険をしていきました。次回ね、このデスカルデラ、そして4体の神獣を解放せよっていうね、ここのチャレンジにちょっと挑戦していきたいと思います。こう思うと結構さ、地図埋まってきてない？ここまだですけど。はい。はい。ということでね、皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今日は祠ね、だらけでしたけど、次回はストーリーもしっかり進んでいけたらなと思います。ということで、以上、マスオゲームズでした。バイバーイ！